Python で get rest 関数を作るぞということで、発表していただきます。それではよろしくお願いします。はい、はい、まあ回数、あるかと思って、そうでしょう、あまりプレゼンやったことないんですが、まあ、とりあえず、まあ、Python で、ゲット関数を作るぞということで、ちょっと始めさせていただきたいんですけども、一応自己紹介、まあ、一応某商社に勤める情報通信部の、一東社員でございます。まあ、かっこいい言葉で言うと社内 SE ですね。はい、で、まあ、社内 SE である僕はちょっと、データ会社の、まあ、機関のデータベースをですね、REST API 化して、あんなことやこんなことをしてみたいなということを妄想を抱いてました。で、まあ、いわゆる Web API なんですが、多分 Web API 大きく分けて2つあって、1つは REST で、JSON で書いてくるタイプで、もう1つは、SOAP で、XML で書いてくるタイプがあると思います。で、SOAP サーバーの方は、非常にちょっと作るのが難しいので、ちょっと作るのをやめようかなと思いまして、で、まあ本当のことを言うと Excel とか、LibreOffice Calc とかには Web サービス関数という関数が、実装されているので、それを使えばできるんですが、うちの機関 DB の例をソープサーバー化するのは非常に難しいから、ちょっとやめといた方がいいかなということで、ソープサーバーは難しいのでやめました。で、次、レストサーバー化、まあ、しようかなと思ったんですが、ちょっと、まあ、いろんな諸事情がありまして、まあ、なんというでしょう、ビアハッシュで聞いてください。まあ、多分、まあ、ざっくり言うと、挫折、絶賛挫折中でございます。でも、まあ、レストで JSON を取るにしても、ちょっと問題があってですね、まあ、それもちょっと説明はしますが、まあ、で、なんて言ったらいいかな。まあ、リブレオフィスの方には、ゲットレストプラグインという、リブレスカルプの、なんて言ったらいいかな、エクステンションがあるんです。で、まあ、これ多分どっかのイギリスの方がお作りになった、まあ、Java のプラグインだと思うんですが、これ、まあ、英語であればすんなりきれいに返ってきます。例えばこの人の、サンプルだと、なんかイギリスの天気予報を、まあ、JSON で取ってきて、API で叩いて JSON で取ってくるみたいな、サンプルだったんですけど、それはすんなりいくんです。ただ、じゃあ日本の例えば、ライブドア天気とかで取ってみたらどうなるかというとですね、こんな風に盛大に文字書きしてしまうんですね。ちょっと拡大してみる。こういう感じに日本語が円のマークの数字の羅列みたいな状態になってしまうんですね。これこういうのですね。で、まあ、その、まあ、この A マークになってしまうことを、なんかそのユニコードエスケープということらしいです。まあ、JSON とかの返り値は文字コードの指定が基本ないらしく、基本的にこのなんか ISO、まあ、ISO のこのなんか、まあ言うたら
英語みたいな方式で返すというふうになっているそうです。でその場合、2バイト文字が表現できないので無理やりこういう数字のようなですね、変換されてしまうようになっています。で最近の JSON の規格だとこれも UTF-8 で返すというふうになっているので、まあ、これは文字化けは起きないそうなんですが、まあ、これでちょっと文字化けをされるとちょっと扱いづらいなということで、そう、まあ、これがまあそのゲットレストの問題です。でもう一つ、まあ、ソープじゃないといけない、ソープじゃなくて、JSON をレストで JSON を取らないといけないというのがもう一つありまして、まあ、それは世の中何でもレスト JSON なんです。例えばなんかライブドアの天気もレストの JSON だし、まあ、例えば ZIP の郵便番号検索とかもレストで叩いて JSON で書いてくるみたいな。だから結局世の中何でも JSON なんで、あの JSON でデータを取ってきて、まあ、軽くデフォにする関数が僕はどうしても欲しくなりました。で、まあ、作ろうか、頑張ってはみたんですが、さあ作るとなると何で作るかとなると、まあ、考えられるものは2つなんですね。で、まあ、C とかちょっとさすがに厳しいので、まあ、Java か Python かってなったんですが、まあ、Java だとちょっと Java のバーチャルマシンを入れるのがちょっと面倒くさいかなっていうのと、そして残念ながらあんまり人気がなさそうで、 Python が最近ちょっと Python もちょっとやり始めてて、まあなんか簡単な割にいろんなことができそうな言語だなっていう、まあ、気持ちにはなってるんですね。でいろいろ調べてみるとリブレオフィスに標準装備なんです。でこれは例えば、Windows でも Mac でも Linux でもリブレオフィス入れると勝手にリブレオフィスの中に Python が入ってます。そう、リブレオフィスに Python 標準装備、そしてリブレオフィスには、じゃあリブレオフィスで、Python にはですね、レストクライアントが標準装備されています。でさらにどうも JSON のライブラリもあるらしい、これも標準装備であるらしい。ということはですね、 Python で書けばレストも、レストも扱えるし、そして JSON も扱えるの違いない。そしてこれで関数を書けばうまいこといくに違いないと、まあ、思ったんです。はい、そうです。でまあそうですね、究極のバッテリーインクロードなんでこれで Python で決定だというので、まあ、進めていったんですが、そう、次 Python で作るとなっても今度はどうやって作るか、作り方がね全然載ってないんです。でリブレオフィスという看板で、まあ、用意されているものがリブレオフィス API しかなく、でここにですねバグジラがありまして、ライトパイのチュートリアルワークスローって書いてあります。要はパイのチュートリアルとワークスローがないので、書きましょうというバグがそうなんですこれ終わった絶望しかないと思いますけど、そう、かなり絶望的で、まあ、これもよう読んでみると、あのオープンオフィスのなんかヘルプというか、あのライブラリーとかがあるのでそれを見てくれって最後の方に書いてあるんです。これもう絶望しかないので、誰かこう簡単な関数でいいので書いたやつをおらずに探してみたところ、一人だけいまして、なんか PQ さんのサイトに行くと、なんか、トークンカウンターパンカウンターという、まあ、関数を改造しているところのが見れたんですね。でこれを元にしてとりあえず作ってみようということで頑張って作ってみたんですが、まあで、まあ、とりあえず改造を開始するんですが、まずこの Python、カウンターカルクアドインOXE、 まあこのエクステンションをですね ZIP に変えちゃいます。で中身を回答して、この
パイシーとかを全部消してもう一度圧縮しちゃいます。で、ZIP を OXP に変えてまたダブルクリックしてインストールして、あ、これ動くなっていう確認してですね、ここからさらに、このトークンカウンターパイっていうのがあるんですけど、これをちょっとずつ改造していって、まあ僕の求めているゲットレスト関数に近づけていこうという戦略でやっていたんですね。で、なんかその普通に Python LibreOffice で Python を動かすだけであれば、あの Pyno で、まあプロセス立てて動かすだけでいいんですけど、この LibreOffice の関数を作るとなると、LibreOffice と Python となんか結びつけるものがあるらしくて、このなんか IDL ファイルっていうのを書いてコンパイルをしてあげないといけないそうなんです。で、これをですね、まあトークンカウンターの感じになると、ここがイントとかロング型なんですけど、まあ今回は多分ストリング型だろうということで、ストリング型にしてゲットレストにしてちょっと改造して書いてみました。で、これをコンパイルしてですね、IDL をコンパイルして、で、なんかこの IDL から UID ファイルっていうのを作り出すそうで、これも作りコンパイルして作り出します。で、これを作り出し、この URD ファイルを作り出して、今度はその URD ファイルからこの RDB ファイルっていうのを作り出して、まあ、サンプル1という名前にして、保存して、同じ空間に入れてみました。で、これで、まあ、REST Python と、まあ、LibreOffice との結びつけが多分できたという感じになりました。で、あと、まあ、この中に入っているレジウムパイとかディストリクションとか、トークンカウンターのゲットレストパイの改造とかしていきました。で、よいしょ。でですね、作ったやつがですね、これやつがこんな感じになります。で、これが、まあ、リストを取ってくる本体なんですが、まあ、ちゃんとこの URDB リクエストを使ってデータを取ってきて JSON ファイルにして一応デコードをかけて、まあ、渡すというふうにはしてあります。で、この上の部分はなんかその関数を表示するときのメッセージとか出そうです。例えばこれなんていう関数の名前ですか、 getRest 関数ですっていうことですし、これは、関数の、まあ、説明ですね、 getFunctionDescription って書いてあるので、まあ、JSON データから REST API から JSON データを取得するみたいなことを書いてあります。で、ここに、まあゲットレストの関数を書いておいて、で、ここに一応呼び出すようにしてあります。で、あとここかな、この辺も、トークンカウンターに変えてあります。で、あとはここもですね、ここもあ、見えるか、ちょっと大きくしましょう。ここも
僕が作り出したサンプル 1RDB を取り出す、取り込むようにしてあります。でこれで、ZIP に圧縮して OXT という拡張子に変えて、まあ、インストールをしてみたんですが、そう、いけてるっぽい。ちゃんと一応ゲットレストって関数は定義できてるっぽいんですが、残念ながら取ってこなかったですね。そう、まあ結局失敗したっていうのがオチなんですが。でですね、まあこれからもちょっとデバッグ頑張っていこうと思いますが、一応誰か助けてください。はい、マジで助けてください。一応ですね、 GitHub に晒してありますから、皆さんの温かいコミットをお待ちしております。以上です。荒川さん、ありがとうございました、はい。皆さんの方から何かご質問等ありますでしょうか。はい、私、講演ありがとうございました。はい、私今日ここに来た一つの目的はこの講演でございまして、私ちょっと、はい、ちょっと Python の方に知識素人とならないがありますので、ちょっとやってみたところ、そもそも最初のポストカウンター、修正する前のあっちが Windows 版の、LibreOffice を失礼、そもそも動かなかったところが、その作られてたゲットレストの方はおっしゃってた通りのところまでできてたというところで、そもそもトークンカウンターの方はどちらで動くのを確認したのでしょうか。トークンカウンターの方は一応会社の方の Windows でこそこそと、はい、開発を進めておりましたので、Windows で確認しております。それはLibreOffice は例えば30ビット版か64ビット版かとかいうのがあります。64ビット版ですね。64ビット版だからで、ちゃんとLibreOffice の中に入っている Python で動作確認しますから。ああ、はい。そしたら私が何か変化したんですね。ちょっとできたら協力したいと思ってるんです。はい、なんとかぜひともぜひともお願いします。頑張ってみますよ。はい、ありがとうございます。はい、他にありますでしょうか。よろしいですか。それでは荒川さん、どうもありがとうございました。